喜んでやるわ、ホークマス。まだまだ続くよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。25日からいよいよ、ジュレカあなた最高。毎週金曜日に新エピソードがやってくる。船の家でジュレカの誕生日パーティー、みんなで楽しいパーティー、誕生日おめでとうのはずが、みんな船を降りて早く行け、クロコデュエル、ミラキュラスを奪え。絶体絶命の大ピンチに、虎のミラキュラスをあなたに。新たなヒーローが登場、ロア、ストライプゾーン、やるじゃん。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード、25日金曜日夕方5時30分ディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイムで。ディズニーチャンネルムービー、化け物。一人ぼっちの少年が、俺の弟子だ。化け物の弟子に？あんたの弟子になった覚えはないからな。じゃあなぜついてきた？人間と化け物の、あれでもわかるぜ、言ったところがねえことぐらい。不思議な絆の物語。負けるな！化け物の子、12日土曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー。ディズニー作品をテーマにしたお菓子作り対決。キャンプキキワカを再現してね。自分の思いをライオンキング形にしよう。ケーキの生地が型から溢れちゃった。夢のケーキが続々登場。やったー、成功。マジックベイクオフ新エピソード、6日と13日日曜日昼2時30分。幽霊が現れる時、俺に任せろ。待っててね、今行くから。さあ始めよう。輝くパワーのヒーロー現る。ヒューリークラッシュ、ミスターゴーストフォース。ゴーストフォースが助けに来てくれたわ。気をつけてね。ドラゴイルブーヤー。ゴーストフォース月曜日夕方5時、2話目は新エピソード、ヘイイッツミラクルタイムで。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。俺様はティガー、世界一のトラ、弾む体に陽気なティガー。誰か一緒に飛び跳ねないか。世界一のトラは俺。いや、ティガーみたいに飛び跳ねるのは無理なんだよ。ティガーにもどこかに家族がいるでしょ。どこかに俺の家族がいる。一人ぼっちのティガー、みんなでティガーを励まさなきゃ。そうやってティガーになろう、ティガーになろう、みんなで。俺の家族からだよ、遊びに来るって。いつもお邪魔しまーす。みんな君が喜ぶと思って。ティガーの家族の木はな、絶対どこかにあるんだから。ティガー、ティガームービー、プーさんの贈り物、19日土曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー。ぶっ飛びカンフー炸裂、パンダ気分どうだ。ぽっちゃりパンダのポーは伝説のヒーロー。ぶっ飛びの竜の戦士にお任せですよ。あー、皆の者一に作る最強の仲間たちと共に。いや、一歩も引く気はない。お前は引っ込んでる。その拳で、あ、その腹で。ボテバラだよ、覚悟しろ。悪い奴らをゴーデンポンド。いや、カンフーパンダザシリーズ、平日夜7時ディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイムで。こんにちは、オイラはクリケット、クリケットグリーン。こんな家族見たことない。レッツゴー。大草原の田舎から大都会ビッグシティにやってきたグリーン一家。大都会で大活躍だ。行こう。危なかった。慣れない暮らしはハラハラドキドキするやつだよ。いつでもビックリ大ピンチ。わあ、でもなんだってグリーン一家だ。いつでもノリノリ大暴走。いやー、ディティリディティリディティリディティビッグシティグリーン、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。ありがとう、イルマくん。お人よしの少年がなんと
孫になってくれないか。え、悪魔の孫になっちゃった。夢じゃない。悪魔学校で巻き起こる武術でねじ伏せるのみ。悪夢のような、やめて、はちゃめちゃ学園生活。参りました、イルマ様。すっごく狙ってる。参りました、イルマくん。ご覧の時間で放送中、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール2023。